ツイッターの正常化へ。みんな大好きツイッターをイーロン・マスクが買収して話題になっていますよね。イーロン・マスクといえば電気自動車のテスラだけでなく様々なものを手掛けてきました。ロシアのウクライナ侵攻にあたっては衛星インターネットサービススターリンクでウクライナを支援しています。本当やっぱ革新的なことを次々やってきましたからね。イーロン・マスクっていうのは相当クレイジーな人間なんだろうと思います。今回のツイッター買収劇でも矢継ぎ早にとんでもない改革をやっていますからね。というかツイッターというのは利用者は結構いるのに経営的にはイマイチだったんですよね。そんな状況で早速人員整理に取り掛かりました。これまで7500人の社員を抱えていたようですが、近年これ増加しているんですよ。日経の記事によると3年で9割増えたと書かれています。いや急拡大しすぎでしょう。その社員の半分を解雇したっていうんですね。これはアメリカでも珍しいことです。大量解雇が始まったのは買収からわずか8日後の4日のこと。その日はこんな説明をした。ツイッターの人員削減についてだが、1日400万ドルの損失を出している以上選択の余地はない。退職者には3ヶ月分の退職金が支払われるオファーが出されたが、これは法律が求めるよりも 50% マシだ。ユーザー目線に立った仕様変更案の提示もある。例えば現行の文字数制限280文字をより長くすることや、動画投稿時の2分20秒以内の制限を42分に伸ばすことを示唆している。マスク氏のツイートは連日ニュースになる。6日にはマスク氏になりすましたコメディアンのアカウントが凍結され、パロディーと明記していない場合なりすましは今後永久凍結すると宣言。警告なしで凍結する考えを示した。1日400万ドルの損失ってシャレになりませんよ。一旦もろもろ整理してビジネスモデルの再構築をするということでしょうね。ちなみにツイッターの日本法人も対象になっていて、日経の記事によると関係者の話として日本の広報部門は全員が人員削減の対象になったと言うんですよ。いや日本の広報部門どんだけだよっていう。ただちょっと思うんですけど、日本の法律的にそんな解雇はできるのかなっていうね。まあ混乱してるのは間違いないですよ。今日もう8日になりましたけど、話題の検索のおすすめのところを見ると3日に誕生日を迎えた錦戸亮さんが今も表示されていますからね。これ改革の真っ最中すぎてこういう状態なのかな。ツイッターの運営については今さまざまな疑惑が出ています。要はツイッターのトレンドとか表示されるニュースってのはかなり恣意的なんじゃないかっていう話ですよ。ツイッターのキュレーションチームが解雇されたという話があって、それについてフェミニストの記者竹下育子さんがこんなツイートをしているんですね。確かにツイッターのニュースフィードは更新されてない気がする。私たちメディアは自社記事のモーメントを作成、ツイッターキュレーションチームに連絡、審査の上ピックされたりされなかったりという手順を踏んできたのだけど、この作業はしばらくは意味をなさないのかな。キュレーションそのものは、まあ、割とどのメディアでもやっていることなんじゃないかと思います。で今批判されてるのはそのキュレーションチームがどうかっていうよりもそのキュレーション偏ってんじゃねっていうところなんですよ。特定のメディアばっかり優遇してきたんじゃないかということで不信感を持たれています。左派系のメディアね、まあ、確かになんかツイッター見てると体感的なものですよ、体感的なものですけど、ハフポストとかさ、あのバズフィードとかさ、なんかあの辺が結構表示されてたような、まあ、体感ですよね。今憶測を含めて様々なことが語られています。解雇が始まってから左翼的なニュースが流れてこなくなったとか、そのフィードもかなり変わったんじゃないかとかね。ただ現段階でまだちょっとその憶測の域を出ない部分もあるので、まあ、あまりこう断定的には言えないんですけども、まあ、そういう傾向は確かにそんな気もするっていうね。しかしですね、今後改革が進んでツイッターがいい意味でバランス取ろうとすると、これまで優遇されてきたような左派系のメディアっていうのは面白くないでしょう。だから今後イーロン・マスク叩きっていうのも活発になりそうですね。正直批判は多いと思いますけど、イーロン・マスクには頑張っていただきたいなと思いますね。ただ相当な劇薬ですよ。でこの道を行けばどうなるものかっていうのも、まあ、不透明な部分もありますけれども、まあ、これまでね様々な事業をやってきた人ですから、まあ、期待したいなというところです。まあ、僕もね1ユーザーとして月8ドルぐらいはね払いますよ。ということで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。